皆さんこんばんは。お、入っとる。水生廿日市の時間です。ちょっと事故のため、はい、遅れております。事故ではないんですけどね、ちょっと大変でした。通常運転に戻りました、はい、いやいやいや、はい、5分ほど遅れましたけど、本日もユーストリーマーの聖地駄菓子屋あるある屋からお送りしております。夢ホームの石川慎さです。ピさゆみ927北村さゆみです。ピなんと、はい、焦ったね。焦りましたね。全然焦ってる雰囲気は映ってなかったと思うんですけど世間話状態、はい、いや何真剣な顔しとんかな、うん、人の話も無視振るしようそう、ちょっと画面が立ち直らなかった立ち上がらなかったんですよね。でしかもすっかり今気づいたんですけどそういえばこれ燃料入れるのを忘れてそのままうちやっちゃう。うち頑張って復旧作業してたんですよ。うちのうちジョンいるが、いやいや今日それ何回言うか数えておいていいですかね、遅れてしまいましたけど、まあ、頑張っていこうと思いますので、片耳聞こえまま。本当ですよ、まだなんか調子悪そうで、ね、大丈夫ですか。プロの中耳炎じゃけんね、わしら。プロの中耳炎ってどんなんですか。治るにね2ヶ月がかかるよ。まだまだ、うん、でまたこの冷たい風なんでキーンってくる感じですかね。アイス食べたら。それは歯がキーン。はい、やっぱ、まあ、鼻も悪いんだが、うん、耳はなんか治りにくいって言った。あでしょうね、うんうん、こっちはまあボーっと聞こえるんだからね、うん、なので大変。小声で皆さん喋ってください。公園はい、もうすでに書いてくれている方もいらっしゃいますが、ちょっとここのところ星座の集まりが悪くて、はいね、発表できなかったりなんていうことがありますので、星座しときなさい、そうベタな皆さんそれぞれの星座を書き込んでください。お待ちしています。12星座揃ったら発表できるので、できるだけですねこうツイッターなどで呼びかけて、皆さんと一緒に遊びに来てもらいたいと思います。さあそれでは今晩もよろしくお願いします。お願いします。水生廿日市、この番組は住宅リフォームと外構工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りします。水生廿日市、おいえ、くん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 、小田尾くんそこから始まりましたか、ね、週末にね、うん、あったんですよね。昨日、おとといね、はい、広島リビング新聞社主催で、はい、小田奥ファインズ協賛、特別協賛か、うん、の新入学フェア、大盛況のうちに、うん、新谷さんも遊びに来てくれてね、Facebook に写真が載ってるそうなので、ね、見た、うん、はい、ご覧になっていただければと思いますけど、そうそう、どうでしたか反応などなど。やっぱうち、まあ、駄菓子屋これで出店したんだけど、ええ、かなりね200人以上来たんかな。ほう、そんなに、ね、ブースで一番好評でした。ブースで一番好評だったとはい、ディレクター言っております。うん、で結構ね、うん、うちの事務員さんも疲れ顔でねそれいけん、それいけん、うん、石川さんとこの事務所は泣きようじゃないんわ、そんなかわいそうな、そんなしょんぼりした顔になっとった最後のかわいそうにへえ、ね、行った方もいらっしゃったと思うんですけどね、うん、はい、結構ね、うん、ツイッター、フェイスブックのお友達が、はい、うん、遊びに来てくれてね、ありがとうございました。はい、ありがとうございます、うん、さあそれでは行きましょうか。さて、ゲストコーナーです。はい、今夜も素敵なゲストをお迎えしております。ファシリテーターの小林豊さんです。よろしくお願いします。自己紹介をどうぞ。はい、自己紹介ですね、はい、ですね、小林豊って言うんですけど、僕小馬券っていつも呼ばれてます。まず、え、じゃあ私も小馬券と呼んでもいい。はい、小馬券でいいです。さんとかつけないでください、ね小馬券で、小馬券なんですけど、で仕事はファシリテーターっていう分かりにくい仕事なんですけど、聞き慣れんですよね。そうなんですよ、うん、はい、はい、お願いします。
はい、ではうちの姿が登場したぞ。音響の魔術師がちょっと調整します、うん、これできっと皆さんの耳元にも、はい、しっかりと、はい、ですね、うち地元が竹原なんですけど、はい、そこで、家業がね、大工さんの家業でずっと家で、すごいよね、はい、6代目になる予定だったんですけど、でまあ、一応棟梁にはなってないですけど、家づくりの仕事、ユミホームさんと同じような形でしながら、ファシリテーターって、あの話し合いの場があったとして、その場の目的とかどこまで話すかっていうのをはっきりさせて、参加した皆さんが納得して終わるような状態を作るのがファシリテーターの仕事なんですけど、それを家づくりとか街づくりとかそういうところで、行って、でそのまあ、知ってる方の話し合いの場だけではなくて、全然知らない方のところにこうポンって投入されて、では皆さんって話し合いの場を進めていって、交通整理するのが仕事です。 MC こと、うん、みたいな形ですね。でもいつもアドリブばっかりなんですよ、こう出てきたものをこう、まあでもそうなりますよね、どうしてもね。クリカンみたいなね、クリカン、クリカンの吹き替えはアドリブが多いって。口がちゃんと動いてないといけないのに、それですごいですよね。バーンノーティフのね、なんかあれが。あ、バーンノーティフの吹き替えが。うん、そうなんですか。あのほとんど自分でこうアドリブ。感情的な感じで。関係ないのにですかね。それはまた私も興味を持つないって、はい、すいません。でもすごい難しい。難しいいうか。はい。それを結局 A 方向へ持っていかない場の雰囲気を。あ、まあそうですね、場の雰囲気に関してはこう話しやすい状況をとにかく作るんですよ。例えば会社でいうと新入社員さんとか社長の前で話しにくいじゃないですか。それをこう変えていくんですけど、いい方向っていうこと自体がその場から出るんですよね。何のために皆さんが集まってどこまで話しますかっていうのを決めて、ここに導いてくださいって言われたら、まあ、正直できないことはないんですけど、それは一応しないので、いい方向っていうゴールも皆さんで決めて、そこに向かって話していきましょう。だから結論は一応わからないんです、始めた時は。うーん、あ、面白いね、そっちの方がね。はい、面白いですね。どういう方向に行くのかいうのも、うん、今日話の流れ次第で、うん、はい、もうちゃぶ台ひっくり返す人もね、中にはおられたりするわけですから、みんな上手でこう拍手したりひっくり返った時にこうあらあらって、いつもより余計に例えばこうね、耳慣れない言葉なんでってこうウィキペディアで、はい、調べられたりとか、いろいろ調べた方って多いと思うんですけど、比較的新しい仕事ではあるんですよね。あ、そうですね、多分名乗ってる方って少ないのかなとは思うんですけど、いや、結構ファシリテーターと名前は最近聞きますよね、よく、うん、わしはファックスの営業かもだファックス限定ですか、なんか分からない気もしないでもないかな、ちょっともうメールに押されてるんでファックスを導入してくださいみたいな形でなんかオーガナイザー的な、はい、まあオーガナイザー、まあ、全体をこう引き取り仕切る人っていうのが、オーガニズムの、それね、違うかな、うん、そういうのもありなんですか、ここ、うん、いや、よく出ます、ギリギリ、OK、今日そういう話がなかったっていうぐらいであ、そうなんですね、はい、で、その全体の進行をやってたっていう中からこう進行をうまくしていくっていうので、まあ、分立して独立して呼ばれるようになってきたものだと思うんですけど、うん、広島で本当どれぐらいいるんですか。どれくらいなんですかね。肩書きで書いてる方はあんまり、会社名がファシリテーターっていう会社がありますね。へ、そういえば会社の名前が、会社名ですね。それってなんか司会者軍団集めてますとかそんなじゃなくてです。たまにお会いした、道端でお会いして、ああ久しぶりですって話するだけで、僕もよくその方が何されてるか分かってないんですけどまあ需要としてありかもね、かなり出てきたところですね。じゃあ、町地域づくり、うん、言うたらやっぱり何が中心になるんだろう。竹原とか商工会議所会ね、あ、はい、玉浦の言い出しっぺは多分商工会議所だったような気がしたな、うん、の若いお兄ちゃんかなんかが軽音に
似たようなもんでいう話やってね、うん、で地域がアニメで活性化して、まあ、人を呼ぼうみたいな感じのもんで、うん、で廿日市もちょっとそういうの、うん、たまたまかなんかでね、考えないとね、そういう感じでね、うん、そうですね。ね、そう、清盛がこれからあるわけだし、いろいろね、なんかもうそうなの？や、だってあと何日かでねえ、なのにね、大河ドラマが始まるのに、この廿日市、うん、どこで清盛言うてるのかわからんよ、聞こえてこんよ。そう、こないだね、やっと、うん、あの清原なら聞こえる、ね、なんでか飛ばせみたいな。この間やっとあの A4 ぐらいのサイズのチラシが出てるのは見ましたけど、あれどこに行った時だったかな、見ましたね。あ、そう、うん、始まりますっていうので、でも A4 ぐらいのチラシだったんで、あれこんなもんかいと思って。うーん、そうなんですね。お、広島駅行ってようよ、なんかあるぐらいですよね、うん、ちょっとなんか暗いポスターだな思ったら、うん、なんかちょっとなんかあの盛り上がりに、ね、清盛じゃなかったな、厳島神社の、あ、そうなんだ、あ、そうなんですか、ポスターであって、うん、あの大河ドラマのポスターでなかったんよ、ね、先月あの神戸行った時にあの歩いてると清盛のポスターがあったんですよ、ボーンって。あら、あら、そうか、広島だけじゃないですよねって、その時初めて思ったんです。あ、まあそうですよね、うん、だから京都のこの延長線上行った、来た人あるもんな、うんうん、あれもちょっとそれにしては、ね、うん、ちょっとね、マツケンが祈願に来たのにシート、静かでしたもんね。もうちょっと盛り上げられないなもんね。なんかじゃあね、やってみてください。え、マツケン役わしが。すごく疑問なのがファシリテーターっていうのは、はい、あの戻ります、ちゃんと戻るんですね、はい、ちゃんと戻します。ありがとうございます、はい、戻しやちゃんと戻します、はい、あの何か資格というか何かこう勉強しなきゃいけないものとかあるんですか。ですね、僕自身は今資格を見てはないんですけど、例えば僕はあの日本ファシリテーション協会っていう NPO で基本的に活動してる中で、そこが1700人ぐらいだったと思うんですけど、まあ間違ってたらごめんなさい、1700人ぐらいいたと思うんです。でその中でこう毎月毎月広島スクエアっていう広島にも支部みたいなところがあってですね、それで、勉強は毎月やってるんですけど、基本的には資格っていうのはないですね。あとあの今ちょっと取りに行ってるのが全能思考ファシリテーターっていう、全能思考っていう、まあちょっと一つのなんて言うんだろう、手法なんですけど、全部の脳みそ、全部の脳みそ、全部の脳みそ、その漢字で言うとそうなんです、全部の脳みその考え方、どんな字書くんかな、うそう、あの神田正則さんっていう、コンサルタントの方がやってる分に言うと、一応資格っていうか認定はいただくことになりますね。まあ、基本的にはないです。じゃあそういう教会があるいうのが、はい、まあ、これからのもんじゃなという、そうなんですよね、感じがするよね。そうですね、まだできて NPO いうのがまた NPO でびっくりするな、ま、もうすぐ10年だったと思うんですよ、できて、それで全国に1700人って結構 NPO としてはすごく大きな組織なんで、でこれ、まあ、見ることないと思うんで言いますけど、あの設立見てたらどうしよう、まあ、いいや、いいんですか、設立の創設者、まあ、あの基本的にファシリテーションっていうのを最初に広め始めたうちの教会の中でですけど、創設者がおられてですね、その方とかなんか皆さんで集まった時にどこにおられるんだろうって思ったら、なんか短パン履いてリュック背負ってる変なおっさん、あ、変なおっさんがいて、あ、でオブフビ食べたんだよこれ、そう、山下清じゃん、ピピピピピ、で、はい、その人が、あの人がそうだよって聞いて、え、この人がそうなのって思って、なんか何でもないんですよね、もうクッキーの中にもこう紛れてて、でもそういうなんかこう講座の場があると、バッて前に出るともうすごいこう場を和ませながらひどいこと言ったり、
すごい全然変わったりするっていう、あ、もう本当にもう生き方がファシリテーターなんだなっていうような方がすごいたくさんいますね。まさにあのファシリテーターと引いたら、今までの退屈な会議をガラリと変える役割をする人ですって書いてあるんですけど、まさにそんな感じの人なんですね。でも本当そうですね。自分行くようになってからですけど、会議ってこんな、会議っていうとまあ会議だけになっちゃうかもしれないですけど、話し合いの場ってこんなに楽しいものなんだっていうのはそれ以来思うようになりましたね。特に街づくりとかに限定はしないわけよ、そしたら。はい、あ、もうどちらかというとニーズでいうと、あのビジネスの場において、ビジネスの場においての会議は、例えば結果が出しやすいとか、あの部下が動き始める、あのトップダウンではなくて自発的に行動させることがベースではあるんで、まあ、部長さんからするとトップダウンとそれをうまく使い分けながら動かすといいのかもしれないですね。うん、まあ、昔は大企業の株主総会の時、そういうファシリテーターがなんか、はい、こう大揉めをしょるような感じだったの。総会屋じゃよね。それの逆パターンだね。うん、A 方向へ持っていくあれだな。そうなんです。まあ、その代わりです。まあ、ファシリテーターがいて、みんながあ、そうだねそうだねそうだねっていう会議になると全く面白くないんで。うん、むしろぶつかってもらって、あ、こことここ衝突してるなっていうのを見てて楽しかったりしますね。何かが生まれそうって。対立してもらわないと、なんかこう話が全然違うところに飛んでいかないんで。ほうね、なんか全員、まあ、私らもそうだけど、全員賛成の意見ってつまらんのよ。確かにね、そうですよね。つまらないです。うん、と前新谷さんにも話したけど、あのね、そんなん聞いたことないよとか、うん、そんなんあるわけないじゃん言うたもんに、それをそういう言葉言われたらね、あ、いける思うもんね、わしは。なんか、うん、でもそうですね、うん、あ、じゃあいけるなみたいな、うん、その反応がね、うん、それええよ、儲かるよ絶対って言ったら、うん、うん、いやでも本当そうだと思いますよ。あり、ママのジャンクじゃなくて、ね、ありきたりな意見なわけよ結局。みんなが納得する意見って、でじゃあそれをうちで商品化してどうとか言って、うん、販売に踏み切ろういうのは、うん、ね、思うよね。うん、うん、だけど踏ん切るタイミングいうのは、うん、反対意見がポッコラポッコラ出て、うん、はい、うん、まあ、それを反対を聞かんいうわけじゃないけどね、はい、うん、じゃあどういう反対があったんかいうのを分析できるしね。そうですね、賛成意見って、うん、それを、あ、そうよかったねみたいな。そう、うん、何も生み出さんのよ。そうですね、反対意見があることで自分の賛成意見が、自分の意見がなぜそうなのかっていうのが分かってくるというか、明確になってくる部分もありますよね。一的なもんがそれで分かるし、うんうん、確かに。そうなんですよね、なんか、うん、話し合いの場をこう、まあ、客観的に見るじゃないですか、うん、その時に役割ができてるんですよ。例えば、うん、話し合いの場においてですよ、ポジティブに発言する人がいたらネガティブに発言する人が必ずできてるんですよ、うん、普段あんなにポジティブなのになんであの人ネガティブなんだろうって言ったら役割だと思うんですね、場が作り出す、うん、だから場が自然に対極を作ってるから、物事も多分いい方ばっかり見てちゃんちゃんで終わると、うん、あの反対側の悪いと言われるところが見えないままいくと、そのなんて言うんだろう、多分全てを 見ることができてないから、いい方ばっかりでいくとうまくいかないことも多いのかなっていうのはありますね。うん、ね、納得。あの去年の正月かな、あのマイケル・ファンデルのハーバード大学の講義、はい、結局あの先生は抗議しとらんのよね。そうなんですか。うん、学生たちに意見を言わして、うん、こうだねって、じゃあこうとも取れるねとか言って、うん、でそれに対してどうかねってまた投げるわけよ学生に。、うん、で結局討論の場を、うん、ええよねええよね持って行って、うん、じゃあちょっとまとめてみようかみたいな、うん、そういう授業を12時間かな、なんかやろうってはあいうような感じで、そういう空気と流れ作りよね、うんうん、難しいよ。で、なんか
まあ、これは語弊があるけどバカじゃできん、まあ、その確かにそうかも。その会議で夜内容がね、事前にちゃんとなんか情報ね、まあ、その方が進みやすいでしょうね。ふうと言ってもう、下準備運が大変なんじゃないかね。下準備、その下準備をこう、うまくするときと、やっぱでもそれでも出てきてある程度の言葉においてですね、その言葉を聞いたときに何かを返せるようにしておくことの準備と、うん、それでもやっぱ拾えない言葉があったりするんですけど、うん、まあ、そこは勇気を持って、すみません、もう少し具体的に教えてもらっていいですかっていうのを、まあ、勇気出してないですけどね、具体的に教えてもらっていいですかって聞くことで、あのちょっと説明していただく、僕は知らないからっていうのを出さずにとか、あと、まあ、でもそこら辺ですね、聞いたりはしますね。そうするとまた話が広がってきたりする時もあるんで、まあね、うん、ああ、説明書を本人にも結局再確認になるんよな、はい、何をよるかいうのをね。そうですね、改めて皆さんご存知だと思うんですが、この言葉のついなまの意味ってどういう意味なんですかっていうのを、はい、新谷さん、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、新谷くんアウト、アウトなんだ、今となっては忘れてしまったんですか、新谷アウト打たれちゃいましたそういう時期になったね、なんか、へえ、じゃあですね、座右の銘を早速、座右の銘、はい、発表していただければと思うんですが、はい、よろしくお願いします。はい、これをこうして喋ればいいんですか。え、はい、はい、座右の銘がちょっとすごく緩い感じなんですけど、なんとかなるさ、なんとかするしですね。おお、ほうほう、これそれはなぜ、これどうしたらいいですか。これを、はい、このお姉さんがピッと、はい、それはなぜ、なぜ、あのこれのこの座右の銘の前が実践あるのみだったんですよ、自分の中で。とにかく思っていた、思ってたのがですね、実践あるのみって自分で掲げるとですね、まあ、実践しない自分に腹が立って仕方なかったので、そのなんかこう、あ、もうしんどいって思った時にこう降ってきたのが、まあ、なんとかなるさって思い始めたんですよ。そうするとなんとかなってきたので、なんかタイミングを信じるようになったんですけど、ただなんとかなるさだけで終わるといつも他人任せっぽいイメージを自分が持ったので、最終的にはなんとかするしみたいなっていうので、こうつけたらすごく気が楽になりました。あ、そう、はい、わしも今日から座右の銘にしようありがとうございます。ちょっといいですよね、なんかあの、うん、ナンクルナイサーって流行りましたけど、あ、はい、まあ、ちょっとケセラセラ精神の中にもでもしっかりしたものがあるっていう感じでうん、はい、素晴らしいです、ね、ありがとうございます。私同い年なんですよ。あ、そうなんですか。え、で43歳そうそうそうわしとだよ、そういうこと飛ぶな、ねえ、さあ、そう、今同い年なんですよって言って、だからって言われるのを期待したんですけどそうじゃなかったっていうね。同い年ですよね、確か。僕ヘビ、ね、ヘビ年、うん、そうです、同い年です、はい、ヒゲ年、そうそう、ヒゲがちょっと今年ないそうなんです、今年22ですよね、はい、そうです、そうですわしと9歳、9歳違うんか、うん、まあ来年ね、年男年女で、来年は辰賀年です。再来年か。再来年です。そうそう、来年、再来年。厄年と八方塞がりの年運があるけど、みんな気をつけてね。関係ないけど。多分私それが1年後ですね。なんか、すごい絶望的な年よね、八方塞がりの。ほんまですよ。じゃあ逃げ場ないじゃんみたいな。そうそう、なんか、あの普通の。7方にしておっとくれ。そう、普通の厄年はね、あのこう結婚したらね、あの取れるとか子供なら取れるとか言われるんですけど、どうも役年そうもいかないみたいですね。あの役でもわし後役が終わった今年の後半ボロボロだったよ、体が。後役が終わってからでしょ、うん、終わってからでしょ。私も今年最悪で役の時損害なかったのに私後半ね、去年の後役がちょっと
ね、こう身内がなくなったりが多かったんですけど、自分に降りかかってきたの今回ですね。男には捨てられるし、次行ってみよう。でもあのなんか大変そうな話が楽しそうにできるのっていいですね。普通にするっていうのがすごいですよね。老婆に間違えられるし。ほんまですよ。私がねこんなのかけてるんでね、いつもね老婆老婆って言うんですけど、寒がりなんですよ。はい、次も行きましょうか。皆さんにお知らせ、書き込み読んでいいですか。あ、うん、書き込みじゃあ柿達さん、さっき廿日市通過した、寄ればよかった。ビーゴラーですね。いやー、柿の野郎は壊し屋も使いようですかっていうのが、ね、こら柿電波ウエストウィンドス、どんどん続いています。はい、ただおやくさんから、日本の社会では何を言ってるかが重要ではなく、誰が言ってるかっていうのが重要なことが多いですよね。ただおちゃんはええこと言うとるで。確かにそうですよね。うん、誰かが言ってるから偉い説得力があって、ふんふんって聞いて後から考えると、あれっていうこと多いですよね。それはテレビだろうね、今の。ああ、まさしくね。バーンってみんなわーって聞いて、あ、はい、うん、ごめんなさい、謝罪をチーフをして、ねえ、麻痺していく。ああ、ちょっと私が見落としてるかもしれないですね。あ、小馬健さんもアップルじゃないですか。アップルなんですよ。皆さん出されてるからちょっと置いてみたんですけど。え、開いてソーシャルよかったら、うん、見ていただいたらと思ったんですけど、イーモバ圏外になっちゃいましたよ。あ、そうなんですよね。Wi-Fi が、いや全然いいですよ、はい、そんな。ごめんなさい、さっきのどの方でしたかね。私の分全部映ってくれないな。カフェですか。はい、エスプレッシーボ、うん、あ、エスプレッシーボさん、エスプレッシーボ、ブンさん、わかんないですか。ブンさん、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 今日も素敵ですね、ブンでした。はい、あ、それですね、今日も素敵ですねってありました。ありがとうございます。はい、あのビゴラスな場所ですね。おービーゴラス。今日それが決まりですか。決め言葉。やっぱりそうですよね。うん、ビゴラフの紹介だけど、はい、うん、じゃあ、はい、じゃあ皆さんにお知らせをお願いいたします。じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん。はい、じゃあそれですね。じゃあ、今ちょうどこれそのための振りだったんですか。やっぱりビーゴラー、あのカフェエスプレッシーボの、ああそうだったんですね、オーナーでもありますこの人、金光サリーって言うんですけど、はい、あ、オーナーなん、はい、オーナーなんです。じゃあオーナーって呼ばないけどね。オーナー、ね、人前で話すのが楽になる5つの魔法っていう本が、うん、11月25ぐらいですかね、だったと思うんですけど、先月末ぐらいに出て、で、Amazon とかでは今ちょっと在庫が今どうなのか分かんないですけどね、そうなんですよ、Amazon の総合で2位になってですね、はい、1位がワンピーフいうことか。そんな感じ、64巻かな。暗算の本だったか。暗算の本なんですか。暗算じゃない、暗算、計算の方ですね。そんな気にしとるわけ。なんかあるんですか、そういう、まあいいか。高齢出産になるけど、そうそう、もう1年したらね。そうなんです、ね、確かにそうですけど、全然大丈夫ですよ、そんなの。おかしい。でこれおいくら。おいくら、1400円に税ってなってます。おお、じゃあ増税される前にみんな駆け込んで買わなきゃ。そうですね、早めに買ってください。はい、で、ね、どんな感じなんですか。あの、人前で話すのが楽になるらしいです。へー、あ、読もう。そう、あのすごく簡単なこと、あのね、まあ、読むだけじゃダメだよってこの間土曜日に怒られたばっかりなんですけど、実践しなきゃダメだよと、まあ、はい、まあ、一つ一つ二つ三つとかやっていくとすごく人前で話すことが、まあ、実際に自分自身もそうだったって言ってたんですけど、ほうで、上がり症でもスピーチベタでも大丈夫、はい、朝礼会議、面接、講演、結婚式まで人前で話すのが楽になる、うん、5つの魔法。
そうなんです。すごく人気で、今その売り切れてて、で適当に書きましたって書いて、適当に書きました。書いてない。僕ここにあの直接頼んだんですよ。まだ送ってくれないので、とりあえずこれエスプレッシーボからパクってきた本なんです。お借りいたします。盗品のことこれ。盗品ですね。まあそういうことですね。あのほらね、師匠さんもなんだ安山の方かと思った。私間違ってなかった。いろんな場のパターンでね書いてあるね、うん、読みやすい感じです。読みやすいですね。あの一瞬で読んだっていう人が多いですね。あ、漢字に振り仮名が打ってない系。いや、それは読める範囲で読む。そこはやめる範囲で読んでいただければと。そんな、そうなんですよ、はい、うん、絵もいいしね、こうやって、うん、そうですね、わかりやすくね書いてありますよね、うん、あの赤い花の分がね、これキャラクターですもん ね。万引きしたらジグザグに逃げようって書いてある。今真剣にちょっと隣から覗いてみましたけど、ね、書いてないですよ。と、あともう一個思い出したんですよ。ファシリテーションって考え、何も持ってきてないんですけど、1月の21日に、はい、日本ファシリテーション協会の広島スクエアっていう自分が所属しているところの、なんか僕寒かったですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、あのスクエアっていうところが、1日かけてイベントを行います。これもネットで調べていただいたらすぐ出てくるとは思うんですけど、はい、あのまあ、とにかく話し合いの場を楽しくするとかそういうことを1日かけて、まあ、ずっと話してもらいながら楽しく学んでいただけると僕も学びになるんですけど、一緒に学べたらいいなと思ってます。はい、場所は？場所はですね、ん、今すごい今返事が聞こえましたよね、なんかどっかから猫が鳴いたんかもだ。すごいですね、うん、びっくりした。なんか何か降ってくるんですね、この空間は。降ってきました、いきなり。はい。場所はですね、もう内城いるわ。どこだったっけ。中徳会館です。女学院の前の方、道路向かいの方になるんですけど。中徳会館、中徳会館懐かしいな。中徳会館でやらせて。昔からあるやん。そうですね、昔からあるんですね。なんかこんなところにこんな建物があったんだって思いまして今回、うん、あれわし19は大学1年の頃ね、女学院生見に行ってました。盗撮しにね。ああ、じゃあ女学院側で待ってたんですね。あ、これあのクリスマスネルトンパーティーがあってね。ああ、え、そうなんですか。3500円でね。へ、あの頃ああいうネルトンパーティーがぶち多かったよね。3500円だったんですか。いい値段しますね、うん、もう誰でもええ一人ゲットしようやって。誰でもええ、うん、こう可愛い子は狙わないとゲットできん可能性がある。で可能性を高めるっていう、そうそうそう、確率の問題で、その子をゲットしたら芋づる式に出てくるんじゃけみたいな。うん、すいません。なんかちょっと今すごいですね、はい、じゃあちょっとここでちゃんと仕切らさせていただきますと、さすが私に、ありがとうございます。日本ファシリテーション協会で、弾いていただきますと、あの各地のいろんな情報が出てきます。で広島スクエアの方の、あのニュース、イベント案内、レポートなどいろいろあるんですが、さっき言いました、あの1月21日の、あのセッションのお話などもこちらの方に載ってますので、ぜひご覧になっていただければと思います。ありがとうございます。まとめた。ありがとう、北村くん。あの、ちなみに1日やってもネルトンパーティーより安いです。あ、そうなんですか。マジに。はい。やだ。やだ。ちょっと今日どうしたんですか。高くしてください。ちょっと今日どうしたんですか。はい。結構開始時間、9時半から6時までなんで、結構ねみっちりきっちりなんです、ね、9時半から9時半からなんですよ、はい、6時までで、6時まで、ね、僕何時から準備するんですかね、僕ら。頑張ってください。はい、頑張ります。仮面ライダーとか見れんね。ほんまですね。そうですね。あ、今ピッて押したら PDF でそのままやりましたけど、会員の方は2000円、学生が1500円、そして普通の会費が3000円なんですけど、お弁当とお菓子付きなんですって。お菓子、マジに。お菓子、あの5時から、あの皆さん脳みそが疲れた状態で自由に話していただくお茶会をしようと思ってまして、そこがすごいんですよね。お茶の掛け合いで、お茶の掛け合い、もう菓子も奪い合いで
喧嘩じゃないか。最悪。これは喧嘩と言うんじゃないか。こうちょこなすったりこうね。本当そうですね。こういうことになりますよね。そうなることで皆さんこうなんか話し合いの場ってやっぱ楽しいんだなって。あ、意外性があるなとか。原始宗教。もうなんかまとめたと思ったらめちゃくちゃになっちゃう。だからね。でも状況わかりますよね。アイデアって通常の場では出てこないと思うな。うん、はい、お茶かけ合ったりしないとダメですよね、やっぱり。やっぱりね、口に含んでピューっと本当にかけると思うからみんな本当。霧状に。はい、どっこいしょってそのところが出てますけど、今夜女学院で朗読のイベントあったけど行かないかって、あ、柿田さんですかね。で、ケンちゃんでって。ケンちゃん。はい。ケンちゃんからですか。ケンちゃんでって。さっきのカフェの。はい、カフェの方ケンちゃんでって。あ、ケンちゃん。ケンちゃんだったんです。ケンちゃんだったんですか。はい、ケンちゃんでって。ケンちゃんで。はい。ケンちゃんでどういうことだろう。ケンちゃんっていう人なんですか。ケンちゃんっていうことかなと思うんですけど。けんちゃん、はい、じゃあ、最近のインパクチをご紹介いただきたいと思います。最近こうインパクトがあったことを。インパクチ、インパクトがあったことで、それその振りからですね、ずっと頭を離れないことがあってですね、はい、さっきここのこのね、あの秘密基地に来るときに、あのどこに車を止めればいいのか分かんなかったんで、とりあえず勢いよくちょっと坂にこう頭を突っ込むとですね、あの僕の車のバンパーがガリッて、痛いよ。行きましょうか、判定なんですけど、こんなんでいいんですか。十分かなりすいません、はい、じゃあ判定はせーの、パク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 、こんな感じで。かわいそうに、はい、ありがとうございます。3泊出ましたね。3泊、はい、3泊、はい、おめでとうございます。あれね、おめでとうございますよね。この団地造成しとる監督がね、はい、測量間違えとる。ここですか、うん、ちょっと急ですもんね。よくガリッと音聞こえますもん。こう上からこう降りてきて、はい、そのままこの計算しとるけね、うんうんうん、ここの R が全然カクカクってなった。さすがっすね、専門的ですね、うん、そう、ちゃんとこの R で無分で計算して測量しとらんけね。あ、この継ぎ目の水路が低くなっとる、はい、そのせいで、じゃあ僕今3泊もらえたんですね。じゃあ間違えました、そのおかげで僕3泊もらえたんですね。あ、じゃあ今の監督さん、ありがとう、ありがとうございます。今のを聞いたら確かに音がよくしますもん、ここが。ああいう団地はね、たまにあるんで、うん、図面屋が単純に線引っ張っとるだけなんだけど、現場監督はそれをちゃんと実物で作るためにあげねえけんな、こっちの道路の真ん中に置けて、うんうん、それをしとらんけカクカクっとした団地になる。さすが、お褒めの言葉いただきまして、図面的には図面通りに作ったらこうなるんよ、うん、おかしくなる、うん、ということです、はい、ふえさんがふえさんがバンパーならいいじゃないか、まだと、はい、よかったです。これ多分なんかあったんだと思います。次はまたカフェの方から、はい、カワゴンで。カワゴンですか、いろいろ変わるんですね。いろいろ変わるみたいですね。すごいな、はい、ビリーミリガンみたいな。そのさっきからあれなんですけど、自分の名前しか言わないんですか。そうなんですよ、それ以外のつぶやきはないんです。怖い。すごいですね、はい、まあ見てくださってるということで、シャコタン禁止秘密基地周辺だそうです。え、シャコタン電波ウエストウィンドさん。じゃあそれでは行ってみましょう、はい、行きましょう。何が起きるんですか。ん、あ、いいですか。はい、インパクチパックパクパックパク、ピ、今のウッチーさんの何だったその反応に一番私は受けました。あ、灯油とうとうなくなりました、消えました。寒い、うん、いきますか、インパクチー、うん、はい、身の回りにある、インパクトのあった出来事、気になった出来事、印象的な出来事などを皆さんにですね紹介していただくんですが、ここからはですね参加していただいて、これってインパクトあるよねみたいなものには、挙げていただくという風になってます。そうですか、はい、じゃあ皆さんからのインパクチー募集開始です。ビッ、いきましょうか。じゃあ今週の北村さんのインパクチーは私、うん、その振り来るとか。新しいだろ。新しいですね、うん、あ、それ答えなきゃいけないんですか。
答えないんですか。あ、答えなきゃいけないんですか。インパクトってこと、あるだろう、あの最強のワイヤーをこう切ったとかね。爆破後のみたいな。ホコタテじゃんきの。私あの iPhone の最近こうえらいよく落ちるんですよ、あのツイッターやってても。あ、はい、で、あの真ん中のボタンを押せば次々いけるじゃないですか。で、あの終了してくださいって書いてあったんで、終了ボタンなんて押したことないなと、 iPhone 使い続けてもう3年も経つのに、うん、でその真ん中のボタンを2回押すと今まで開いてた分が全部出てきますよね、うん、あれのバッテンを押すのをずっとやってなくって、どれぐらいありましたかね、15アプリくらい立ち上がりっぱなしになってたんですよ。あ、そういうのあるの。そうなんです。あ、そういうのがあるから遅くなったりバグるんだなっていうのを初めて知りました。これ判定していただいて、せーの、そんなことじゃ出せんのやっぱり。あ、同級生よしみで出してくれたのに。僕もでも同じ問題を抱えててこの間解決したので。え、知ってました。ちょっと前に知りましたですよね。私も3年使ってるはずなんですけど。ほんなら iPhone 3年2年半か。フリー GF に機種変せんけ。 3G ならあるけど。よかったら僕の 3GS がここに。いや、知らなかったですね。サクサク動くようになりましたよ、あれから。うん、アメブロがすごい落ちてたんですよ、毎回。なんかね、私機種変しよう思うんだけど、このなんか丸みがね、愛おしゅうてね。そういう人多いですよね。もう今回あの流れに乗ってしまって変えてしまったんですよ、うん、いいな。私も 3G から変えましたけど、持つとなんかカクカクして、うん、なんかね、この手のフィット感がね違いますよね。そうですね、うん、これがなくなるのはなんか寂しいな。まあ、とりあえず支障ないけど、まあ、これでいいかな。うん。動くんだったらね、大丈夫ですよね。羨ましいけどみたいな。じゃあ行きましょうか。あ、あのその前にさなえさんが、あるあるやって実は大人の店だったんですかって、さっきの声の部ですね。そんなあのお褒めの言葉をいただいております。まあ、そういう時もあるし、はい、そんなさなえさん、おいっ子の友達のおいっ子の友達の六本木ひろしくんっているんですって。すごいな、はい、彼の名前を六本木ヒルズに空耳してしまったそうです。判定は、おら、せーの、パク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 。あれあれ、みなさん厳しいんですね。いかん。僕なんかもう最初の六本木ひろしくん自体でもなんか六本木ひろしっていう名前自体でね、ですよね。あ、でも一丹田さん、二丹田さん、三丹田さん、四丹田さん、五丹田さんがあるみたいにあるんですかね。うちのほら3分の1いう人があるね。3分の1ですか。へー、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 友達すごい、すごいだろ。洋垣内くんって言いましたね。あ、洋垣内くんっていう、なんか下垣内くん噛んだ、言いました。うん、20分負けた。すごい、すごいな対戦今、うん、うちなんかうちジョンいるが。あ、ほらほら、ちょっとタダオ X さん、はい、私も今見た、たくさん立ち上がってみました、サイミさんありがとうって。ほら、あら、感謝された。結構いるはずですよ、絶対これ知らなかった人。 iPhone のやってみてください。サファリ、いや、もう全部が立ち上がってたん、いろいろ自分が今まで開いたのがそのまま立ち上がってた。バッテン押さなきゃ終了にはなってないんですよ。あ、 iPhone4 か、うん、ポンポンって押すとこれですよ。2回押したら出てくるんですけど、その画面が。そうそう、ほら、それを全部消したらえらいよく動くようになりました。これをなんか指でちょっと押さえて、2回、これ柿田さん読み方がわからないんで読み方も送ってください、お願いします。出ました、ね、結構皆さんいるはずなんですよ、絶対。あとなんかあの電源落として、ええ、ここのボタンとここのボタンをってやつがありますよね。 あれもメモリを軽くするんでしたっけ。一応強制終了になるんですよね、それが、うん、これ消してきよったらなんかアプリも消えてきよる。そうなんですよ、私もドキドキしながら消しました。だから真っ白、そう、昇進なんで3つ消して一応戻って見てみました、あるかどうか。いや、私も今
みたいな。で、結構みんな昇進なんですね、これね。あの、OS を5にしてから、メッセージが届いたら、ブル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 ってなったりとか、あの、バグりますよね、音がね。うん、音が、なんかずっと鳴って、はい、なんかスーパーとかで笑われたりするんですよね。あれ、どうしようもないんですかね。あれを、この、あの、こことここの長押しの分で、あ、リンゴが2回ぐらい出てきたらっていうのを何回かやると一時は治るんですけど、やっぱりプルプルプルってきますね。私のもすごいですもん。あのタンタンタラッタ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 ッ、みたいな。周りでいつも笑いますね。やっぱそういうのがあるんだね。あ、それをねやるとね、充電の減りも違うんですって。マジに。そしてあと六本木さんという名前ですが、宇都宮では結構ある名前なんですって。あ、そうなんですね。で、柿田さん、こんな名前知ってますって来ました。柿田つ大上面十三郎、十三郎さん。大上面、これ悪役紹介におった人かな。酒屋さん、あるんですか、うちさん。あ、じゃあこれうちさんの代わりに、はい、柿田さんが出してくださったということで。へー、じゃあ次行きますか。猫さん、水曜日から短期単発のお仕事を始めたのだけれど、お仕事の説明受け始めた途端自信があった。探偵は、あの、単発のお仕事を始めたなんだけど、お仕事の説明を受けた時にこう突然自信があったと。単発で単が絡んだりこと、うん、そんな感じの流れ的には。はい、判定は、せーの、パク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 。あ、いかん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 。まあ、これ自信があったっていうのでインパクチなんですけどね。え、水曜日もあったんですか、何か大きな地震が。先週ですよね。なんでだろう、地震が来ても一切わし感じんのな。なんかこう普段から揺れてるとかってあるんですか。こうファンハン期間がおかしいけど。あ、それいいですね。まあでも敏感な人は敏感ですけどね。うん、気づけない時ってありますよ、やっぱり場所が悪かったとかあるみたいです。あれね、そうかもしれない。あの、いつか県北の地震があったじゃないですか、広島、はい、僕、あの、離陸した後にあの地震が起きたらしいんですよ。で、僕にメールとか連絡してくれた人は、ま、電話つながらない、やばいやばい。で、メッセージ受け取る、え、地震があったのみたいな感じの、すごい皆さん気にしてくださって。そういうタイミングってそうね、うん、東京の携帯かなんかも、これ通信買ったらそうやろうね、気になりますよね。知ってたらいいですけどね、その乗り物に乗ってますっていうのが、うん、なんか海外からの飛行機も30分ぐらい止まれなくて、で止まったらもうなんかすごい電話がかかってたっていうのとかよく聞きますね。今年は本当そういうことが多かったんですって言ってましたね。ちょっと次々来てますって言っていいですかね。電波ウエストウィンドさん、これわかんないんだ、金はないけど、うん、これ金だらけですかね、金だらけの本日ですかね。はい、これ意味をもう一度送っていただいてから紹介したいと思います。そして猫さん、今の扱いにインパクトがあったんですけど。いや、わかんないんですね、ちょっと送れないなと思って。このちょっと突き放されるもん。お願いします、送ってください、意味さえわかれば。まあ、やはり皆さんね、あの、キム・ジョンイルびっくりだねと。はい、猫さん、まあ、今日のインパクチだろうな。最大のインパクチでしょうね。メディアにキムだらけってことですか、さっきの。ああ、そういうことだ、素晴らしい。判定はせーの、パクパク。賢いかも。わかりました、おー、4つ上がりました。確かにニュースはキムだらけ、うん、キムだらけ。おけどね、わし今日あれ思ったんがね、今までキム・ジョンイルって漢字で出しょったわけよ、ニュースは、うん、今日は NHK 一発目からカタカナ、カタカナでしたね、今回。うーん、あれなんでなんでしょうかね、何の意味があるんだろうって。びっくりしました、私も。なんで急にカタカナで言い出すんかなと思って、うん、なんかそういうのがあるんかなと思って、当初していた。ねえ、
ちょっとリビング広島へ投書して。リビング広島なんだ。ですね、そうそう、皆さんそうです、当たりです。その時間帯にそういうことがあったんです。で、水曜日の地震は13時13分にあったそうです。13時13分、うん、すいません、電波ウエストウィンドさん、スルーされたキム・ジョンイルだよと書かれてしまいました。気づきましたよ。キムって書いていただければ、ちょっとね、頭がそのことに言ってなかったんで、すいませんでした。はい、インパクチ、柿立さんがまた名前のすごいので、何これ、どこで切ればいいの。タンコボキバジさん、うん、タンコボキバジさんですかね、と。タンで切るんだろ、これ。タンコボキバジ。長い名前。タンファなんだろ。コボキバジさん。変わり者で、ほやほまですよ。はい、紹介していきました。猫さんですよね、猫さんの、地震、結構そうですね、13時すぐくらいにあったそうです。ね、地震気をつけましょ う、 こう西に下がってきおるんかね、地震が。わかんないですよね、あっち行ったりこっち行ったりで、なんか怖いな。地震が来た時、飛び跳ねれば平気なんだよ。そうですね、その瞬間どう着地するかですよね。結局こう揺れとる方へ着地者はこう戻ってくるけ、一瞬でできるかな。練習すればいいってことですか、じゃあ。何回か来てくれたらなれると思うね。縦揺れはダメよ。縦揺れはね、横しか使えないけど、これ。はい、皆さん、そうですよね。あ、金髪が？ん？ああ、そうです、そうです。金髪さん？あ、ありました。NHK は韓国名をカタカナにすることがよくあるそうです。で、あと、あの電波ウエストウィンドさんには、金とか、金死亡と呼ばれると経済的にまずいのかもって、公共放送ではとか、そう、あの文字的にそう取られてしまう。まあ、さっきそれをやったんですけどね、私が。うん、なるほどな、そういうことなんですかね。けどもう年内増税率確定でもうアウトよな。でもあの、あ、私でもびっくりしたのが、ちょうどこの発表があった裏で日本は重大な記者会見してましたよね。あ、野田副首相がね、うん、そのタイミングでするってあれは思いましたけどね。外交上の重要な、なんか事態になったっけみたいな感じ。そう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 。けど野田さんはまあ、うん、外交関係はまともなことを言うんじゃないかな。結構ねされてますよね、いろいろ。カンファンよりはええよ。はい、さあ、ということでインパクチをお届けいたしました。今日は難しいインパクチ多かったですね。そうですか、はい、私がね。私がね、確かに、はい、そうですか。以上インパクチをお届けしました。こう突き放すんがいいな。突き放したら突き放されるということがよく分かりました。それがかなりのインパクチ。はい、今日の星座は揃いましたか。揃わないですね。揃わないですか。じゃあもう先に行っちゃいましょうか。石川コラム、うわ、ほうなん、心の準備は良いですか。大丈夫ですか。曲行きますか。行きましょうか。曲行くんか思った。曲行ってみます。流しちゃいます。久しぶりに。ヘルニアンズのテーマ行きましょう。ヘルニアンズ、ヘルニアの、ヘルニアになってる皆さんへ送ります。「夢を抜いたらいい」
それでは石川さんが今思っていることを自由に投稿していただくコーナー、名付けて石川コラムです。石川さん、今週のテーマは何でしょうか。テーマいうか、まあ、まあ明日の新聞が楽しみじゃないいうあれで、豪快出てましたけどね。でまあ金正恩いる総書記が死亡して、まあ何日か前に死んだいう話だろ。ほんでまあこれより前に2012年になったらアメリカ、ロシア、中国ね、ほとんどの、まあ、主要な国のトップが全部入れ替わる。それよりまあちょっと予想外にスタートダッシュが早かったないう話なんだけど、まあ、野田さんも変わるかもしれんしね。結構激動なマヤ文明のあの予言に勝るとも劣らんことになるんかもしれんし、世界のトップが変わるいうことはあの経済が変わる、間違いなく経済の流れが変わるいうんで、でまあどこを見ても今面白い話はないよね、世界のニュース見ても。ギリシャにイタリア、スペイン、ヨーロッパが崩壊するだろうと。でアメリカも実際もう破綻しとる状況で、で何をみんなが見とるか言ったら割と日本なのよね。世界中が日本を見て、結局韓国が調子がええても日本の技術力がないと韓国も何もできない状況で、でじゃあ日本の中はみんな何を見とるんかな言ったら、結局これ聞こえ悪いかもしれんけど、東北の震災がなかったらまだみんな夢うつつでワイワイ言おうたんじゃないんかな、世の中は。震災以降こう人のためになること、環境、特にその
節約とかいうことに目向け、一番大きいのはもう自分一人だけで生きとるんじゃないいうんが実感して、で、まあ、これは遅かったけど自分たちの国を守ってくれる自衛隊をバカにしとった、そういう風潮をマスコミとかが作り上げとったもんがあって、それが崩壊したよね。あ、やっぱり自衛隊は日本の守るためにおるんだと、ありがとう自衛隊を、感謝の気持ち、ほんでこの自分たちの国を守ってくれる軍隊を軽蔑してローマ帝国も滅びた、そんなことをせんでもあれらにはやらしときゃええよ言って、結局あんだけ大きかったローマ帝国は滅びた、けどそうなる前に日本人は気づいたいうのはわし、あ、やっぱ震災以降ちゃんとした国になったんじゃないかな、いう、みんなの助け合いと守ってくれる人への感謝、だけど割と、まあ、確かに政治が経済の 足を引っ張ってる現状はあるけど、日本国民が目が覚めた部分があの震災以降大きかったな思ってね、割と2012年のこの混乱をやっぱ金融機関も企業のトップもみんな恐れとるけど、なんとかなるさあ、そこに出てくるんですね、なんかそう結局国民一人一人の意識とそういう技術力、ほんで感謝の気持ちと、やっぱりみんなで生きていっとるいう確信、震災前の個人個人個人の個人主義が蔓延した世の中よりは今まともになっとるよ、で地域に目を向けて隣の家の人に目を向ける雰囲気も出てきおるし、まあ、ちょっとずつではあるけどね、なんか確かにこうあの一人一人が優しくなれたっていうのは確かですよね、あのいろんな意味で優しくなれたというか、まあ、あの大事にしたりとか、あとやっぱりこう特に今年結婚が増えたっていうのも一つあるでしょうし、あのあとほらさっきの地震があった時間に電話が通じなくて心配をするとか、そういう、まあ、あの優しい心とか、例えば親に連絡を当分してなかったなとかもあると思うんですけど、そういうのとかがまた変わっ、意識も変わってきたのかなっていうのは思いますね、まあね、同じ日本人がよ、あの震災の映像を見て何も思わんわけはないね、ないですね、うわーえて、こうあえて、みんなこう何もできん無力さを感じたんじゃないかな思って、現地へ行ってね、すぐ救助活動できるかできやへん、みんな生活があるし、それで結局悔しい感情悲しい感情が今こうまともな国にしてくれとんじゃないんかな、それをもって向かいや2012年ええ年になるんじゃないんかな、日本がええ年を迎えたらね、結構それが世界に広がっていくと思うよ、これだけ日本の存在力存在価値が高まり、まあいろんな国があるけどね、中国じゃ韓国じゃ、やっぱりほら、話すところは話して解決して、みんなでこう日本の元気をこう広めていきゃ、面白いことになるんじゃないかな、ね、いい世の中になることを期待したいですね。そうですね、はい、以上石川コラムお伝えし、お届けいたしました。さて、今夜のつい生廿日市はいかがだったでしょうか。星座はどうですか。ごめんなさい、残念、はい、残念。じゃあ、ですね、最後なんて多いな、なんか多いんですよ。で、じゃあですね、一応星座、コバケン星座を教えてください。乙女な星座です。あ、ごめんなさい、やめ聞かなかったことにしときます。よくないんですか。もう
本当に残念残念。ゲストとしては初なんですけど、はい、あ、悪くないんで言っときますね。難易とは言わず、はい、恋愛運にも吉凶混合、恋愛運が吉凶混合、はい、一見華やかですが揉め事の気配も、ゆっくり思い続けて待つ姿勢が解決のポイントになりそうですと。はい、はい、ちなみにちょっとあの運意でした。あ、そうなんですね。ホームページの方でまた発表しますので、ちょっと続いてますよね、うん、とことこあってとことこってとことこね、何回かねちょっとねありますよね。ちょこちょこって言いたかったです。多分重要な星座の人が見れとらんんだろうね。あ今まで天秤座すごい多いんですけどね。私が見る限りちょっと割り振ってから、うん、星座変えようよって。え、あの今年最後ですかと出てるんですが、そうではないんですね。ね、はい、ゲストさんが、うん、今年が最後ですね、ラストの、はい、はい、ラスト、うん、ラストですね、最後飾っていただきました、はいはい、ありがとうございます。で、今年の放送の最終日は来週の26日、はい、で、まあここで忘年会というかやります、はい、サンタさんに何をもらったかね、息子さん、ね、娘さんにいろいろ教えてもらって報告をしていただければと思うんですが、駄菓子食べ放題ですか。どうぞ。え、まあ、26日、うん、で、まあ、年明けの放送が9日、9日、あ、9日、うん、はい、いや、2日にしようか。いや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 、すごい今みんな苦い顔しましたよ。9日がシーズン第1回目でちょうど70回目の放送、しかも、祝日でちょうど成人式とか、うんうんうん、成人式あの日でしたっけ。成人の日ね、ですよね、成人の日、そうそう、成人の日だけ小学校の3学期は10日から始まるの。ああ、多いですね、なんかそういうのね。そう、うん、なんと、まあ休みすぎじゃない、ね、休みすぎじゃろ、ほんまに、うちの子が。お年玉がなくなったりして、ね、はい、ということでですね、お届けしてまいりました。一応感想をお聞きしたいと思うんですが、まあ、あの最後のね、はい、最後の、ゲストということでした。小馬健さん、いかがだったでしょうか。僕の感想でいいんですか。はい、感想、はい、楽しかったです。ビーゴラー。はい、石川さんはぼちぼち。そうきたか。そうきたか、困った。まあ楽しかったかな。まあまあ、はい、皆さんも、今日はですね、ちょっとあのいつも30分前から映像を流してるんですけど、放送が、映像がずっと流れなくて、時間になっても9時になっても流れなくて、いきなり9時10分からスタートしますと言ったのに9時5分からあの映像がつながったので、振り回すね、はい、やれるうちにやっちゃおうということで、はい、あの放送始めてしまいました。振り回した皆さん、すいませんでした。新谷ジョンいるわ、いろいろね。え、今日でも2回だけでしたね、結局それ言ったの ね、うちで申し訳ない、ハム2だと向こうで言っております。困った2だ。さあ、怒られるね。今日は多分この後こういう会話が続くと思います。さあ、では次回のライブ配信、今年最後12月26日、柿田さんが挨拶に来てくれるというふうなツイートがありました。え、兄貴来るの。え、今更。はい、後で連絡が入ると思います。よろしくお願いいたします。カバゲンさん、楽しみにだ。ありがとうございました。ね、ありがとうございましたっていうのを今かぶられましたからね。ありがとうございました。ありがとうございました。あれと明日、はい、それでは来週最後も来週最後も何かもうなんかいろいろおかしくて読めねー。はい、頑張りたいと思います。じゃあ、来週が、今年最後の放送、頑張っていきたいと思います。来週もよろしくお願いします。よろしくにだ。これテイクで撮っときましょうよ今度ね。ダメだ。生放送ですから。じゃあ音楽が終わるまでに読みたいと思います。よろしくにだ。これ、ね、今飲み物飲んだら大変なことになると。はい、皆さんもどうもありがとうございました。ったついの初開地言えないです。いや、頑張りましょう。ついの初開地、この番組は住宅リフォームと外交工事の、外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの提供でお送りしました。笑ったのは私でした、すいません。ちゃんと
ットしてください。バイバイ。ありがとうございます。